さよう。そうだね。よし。昨夜から考えてたんだけど、やっぱ双葉ちゃんの言ってたある事件っていうのを知らなきゃいけないと思うのよ。今回の事件の鍵があると思うの。そうだね、僕もそう思う。どうやって聞き出そうか。こればっかりは部員以外誰も知らないと思うし、やるしかないわ。この手の情報を引き出すには個別に攻めないとダメね。ポイントは誰に聞くかだけど。で、誰にする？たまには優秀弟子のワトソン君の意見も聞いてあげないとね。めぐるくんはどう思う？待ってました。そうそう、その心意気よ。ではワトソンくん、張り切って行ってみたまえ。浅間さんはどうかな。浅間さんって部長の？なんかいかにも責任感が強いって感じで、一番喋ってくれなさそうに思えるんだけど。その責任感で逆に話してくれると思うんだ。どういうこと？僕たちが藤崎さんから助けを、つまり事件の解決を頼まれていたことを話せば、もしかして協力してくれるかもしれないだろう。なるほどね。まあ、私が用意してた答えと
大体同じだわ。浅間さん、何？事件のことで話が聞きたいんですけど。最近の双葉の様子、それとも私が昨日の夜何をしていたか。そのことならもう警察に話したわ。水泳部の中であった事件のことです。双葉ちゃんから聞いたんです。あなたたちが山内先生に死神の呪いをかけたっていうこと。私たちはそのきっかけになったっていう事件が何かを。あなたたちには関係ないでしょ。めぐるくん、関係はありますよ。僕たちは藤崎さんから助けてって頼まれてたんです。双葉が？犯人を見つけてくれってことです。僕たちはこの死神の呪いを隠れ蓑にした第三者がいるって考えてるんです。その犯人を探し出すためにも話を一から知っておく必要があると思ったんですよ。ちゃんは助けられなかったけど、その意思は果たしたいの。お願いです。冬休みの合宿が終わってから、いつこの様子がおかしかった。それで？今まで部活を休んだことなんてなかったのに、全く練習に出てこなくなったばかりか。高校生活最後の大会にも出ないなんて言い出して。それに何より山内先生を避けてる感じだった。理由を聞いたんですね。
美穂と二人で問い詰めたの。そしたら、いつこは泣きながら私たちに打ち明けたわ。合宿の最中、先生に乱暴されたって。子が誰にも話さないでって言うから、私も美穂もずっと黙っていたんだけど、何食わぬ顔で部活に出てくる先生を見てるうちに、どうしても怒りを抑えきれなくなって、休みに入ってすぐ、いつこの了承を得た上で、双葉と翔子にも事情を話して、部員全員でどうするかを相談したの。私と美穂は訴えようって言ったわ。でもいつこは、そうすることで事件が学校中に知れてしまったら生きていけないって。だからせめてもの報復にと、私はみんなに提案して呪いを、死神の呪いを山内先生にかけたわ。それで、こうなってしまったわけね。事件のことを聞けたのはいいけど、後味の悪い話だったわね。そうだね。でも引き下がるわけにはいかない。そうでしょ、めぐるくん。分かってる。殺されたのは山内先生だけじゃないんだ。何の罪もない藤崎さんまでもが殺された。聞き込みを続けましょう。次は誰に話を聞いてみる？そうだな。やっぱり行くしかないのかな、石井さんのところへ。そうよね。しかないわね。どの道そのままにしておくべき問題じゃないわ。
石井さんは